車内もねスマホないのでリミがうるさいです、ね、めっちゃうるさい騒いでます。ビーバーリミシートベルトしてんの？してるよ。本当だ、ね、じゃあ前に乗りなさい暴れすぎなんですけど。よっしょいけ。私ね、携帯見る日もある。ビーバーピーポー。私携帯見る日もあれば。みんな日もある。リミうるさい、ちょっと黙って。ビキュー。うるさい。私携帯見る日もあれば見ない日もあるの。あ、そうか。なんか時々私酔っちゃって。あ、そうね、車に弱い。なんか無駄、ねえ、うるさい。7時55分です。はい、ちょっとねホームセンターにちょっと餌を買いに来ました。白子とかカメとか。そうそうそう、遅くなっちゃったかもね。やばい、あと5分だよ。急ぎます。急ぎます。走っちゃダメ。走るのはダメだ。歩いて。禁止禁止。早歩き。早歩きです。私早歩きするとね、足音やばいの。えよし、じゃあとりあえず買いましょう。8時24分ご飯です。遅って半遅いね、ちょっと今日ね。ちょっと遅いね、うん、まあ、夏休みだからね。うん、リミちゃんはこれリミステーキ食べれますか？うん、最高。できました。すごいすごい。ハンバーグなんかめっちゃ割れ目だけど。割れ目？え、めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそうだね。じゃあ美味しくいただきましょう。うん。いただきます。まずタレをつけないで食べるとチーズの味が楽しめます。その次にソースをつけてチーズをつけて食べる。いい食べて。美味しい。美味しい。そうそうそう。うん、右手で食べちゃった。はい、しーちゃん、しほさん。9時17分です。はい、今日は遅いですね。9時、もう9時だよ。ちょっとお買い物して帰りましょう。ドンキです。9時なのにテンションが高すぎる。高すぎた。夏休みならではだね。高すぎた。でもスマホいじれないしね、どうせ早く帰ってもね。なんで？はい。
だっけ。映ってないよ。映ってないの。あー映った。映った。お姉ちゃんも寝ますよ。おやすみしろ。じゃスマホのことを忘れておやすみ。スマホ触ってない。スマホ触ってない。未練ないでしょ。え？未練ないでしょ。未練って？スマホに対する気持ち。気持ちない、ね。忘れてたでしょ。忘れてた。ね。全然平気、うん、余裕なんだけど、うん、あと私1週間は耐えれる。いやもう1ヶ月耐えれるかもしれない。話持っちゃってる。持ってるよ、だって持ってるよ。お姉ちゃんおやすみ。ひらからのご飯ドアおやすみ。いやおやすみ。はい、おやすみ。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 この、すみばい。おはようございます。おはようございます。です、うん、スマホがありませんね、うん、いつもこの時間に来ても暇です、うん、あ暇だ、暇すぎる。朝つらいね、うん、で買った菓子パンです。メロンパン、ママメロンパン、メロンパンもあるよ、食べる食べる。チョコチップメロンパン、あ、メロンパンとチョコチップメロンパン2種類なんだ。ママ買ったのに覚えてないよ。全部チョコチップかと思ってた。あ、そうなの。うん、あと飲むヨーグルト。ドンキは安いな。ねえ、どっちがいい。好きなの食べな。リミン、チョコチップにしようか、メロンパンしようかな。どっちでもいいよ。私、違う本ですよ。どっちがいい。ハムです。じゃあ、私はパチップにする。いいのよ。じゃあ、半分か。バナナ。はい。ダメだ、リミやって。
そんなだってないけど。私ちっちゃいの。はい、じゃあいただきます。いただきます。ほら、見て見て見て、すごくない？めっちゃもちゃもちゃ食べる。どう？美味しい？うん。うん。これチョコだからめっちゃ気をつけなきゃ。見て。ほら、ダメ。見て。すごいじゃん。これママね。そう。これママ。みそごめんな。やめさん。でも謝ってることに気づいちゃった。涙言ったらあれって何ですか。ママもやってます。笑ってるめっちゃ笑ってる。コリアン。ババ抜きでーす。ババ抜きでしょ。コリアン。コロン一緒にやってるペアそうなの、うん、コロンとペアなのそうねコロンね、うん、さっき噛もうとしてたよコリアン噛もうじゃあやろうんじゃあやりまーすバイバイテレビ見れました今11時50分もう11時ですねあと1時間10分ね、もう着替えたわけでいけない、うん、今日ちょっと遅めだったからランプとかでもね、今日午後からねお祭りなので、ね、昼間はちょっとゆっくりしないとね体力も大変なのでゆっくりしましょうはい、うんかわいいんだよ。うん。白コロかわいいね。白。見てコロンかわいいでしょ。うん。めっちゃかわいいのコロンは。なんかな。あと30分だよ。耳。あと24時間まで30分だよ。だから待ってるの。待ってるの？久々にテレビ見てるね。私はグリーナを飲んでいます。着替えました服です服ですあと5分だねうんもう帰してよ何もう帰してよまだですもうだ12時ほんとじゃあと1分だよあと1分なんてない見て見て見てオッケー、うん、あと1分だねこれはまだ1分もうちょうだねまっすぐになるまでまだあと1分もう30分すごいねちゃんと24時間経つね1,2,3,4,5 もう1分まだでしょもうちょいもうちょい我慢だよりみあともうちょいだよちょい粘るちゃんと測らなくちゃあいいでしょうこれはそういい、ね、これぴったりだよねはい、ね、くっちゃ来ました12時やばい逆にちょっともっとこっちになっちゃったね過ぎちゃった、うん、はいじゃあね24時間達成いたしました拍手拍手してください、ね、拍手あれ何でしょう早く帰ってほしいんだよダメまだ拍手感想とか述べなくちゃあーせーの拍手じゃあひとまず返しますけどすぐ見たらまた取り上げだようんはいはい、はい、ありがとう24時間ぶりのスマホです 82%83% 勝った
はい、じゃあ感想どうでしたか？24時間スマホを触れない生活。やっぱね、触れない、あの触りたい時にね、暇になるね、そのまま。うん、そうね、普段何気なく使ってるものがないってね。だから櫛がないから、うん、例えば櫛にしてね、櫛がないって言ったらさ、お風呂もさ、こうやっていけないし、うん、ね、なんか嫌でしょ、うん、でも使わない時は全然楽なの。そうだね。それで一緒で、スマホも使わない時は全然楽なの。余裕だよって言ったのに、なんかね、朝とかも使いたい時に使えないのが一番、ね、一番嫌です。リミちゃん、リミちゃんはもともと YouTube しか見てないですけど、どうでしたか？マイクラしてる。あ、マイクラしてるね。どうですか？つまんない。つまんなかった？めちゃくちゃ嬉しい。つまんない。4時間ぶりのそんなだ。でもさ、スマホを触れないとさ、うん、2人でさ、じゃあ次これしようとかさ、うん、じゃあ次この遊びしようとかさ、普段には見られない姿を 見られた気がしますもの。あと一番違うのがね、車内ね、車の中。いつも2人とも車乗ったらすぐスマホを見ちゃうから。いや、私シーンとって、まあね、ね、でもスマホを見てるか寝てるかでしょ。そう。静かじゃん、どっちにしろ。車内はね、普段すごい静かなんですよね、2人とも、ね、あ、それか、私お腹空いたって言ってる。うん。でも昨日は超うるさかったもんね。超うるさかった、特に歌ったりさ、喋ったり、特にリミさんがね、ちょっと今見てないですよね。ダメよ。ホーム画面、うん、はい、ということで、ママとしてもなんかいつも喋んないところでずっと喋ってたり、また吸収されちゃう。大丈夫、返すからね、久しぶりになんかすごい喋ってきたりとか、ベタベタされたりとか、なんかね、ちょっとね、うるさいと思う時もね、多々ありました。あー、久しぶりのプリクラだ。ね、はい、まあね、あのスマホに聞いてる？はい。スマホに依存しすぎるとダメだから、程よくね、使うのがいいよね。めっちゃいい。とにかくリミちゃんは特にこの夏休みに入ってから、もう本当依存してるように感じるわけ、ママは。からこれからもちょっとね、リミ、程よくだよ。もしまたスマホ見すぎってなったらまたやるからね。私も第2弾だよ。私も道連れ。なので妹の管理をよろしく。わかりましたね。リミちゃん、わかった？ずっとまたスマホ、YouTube ばっか見てたらダメだよ。うん？ってなんで？って言ったよ、モロンが。はい、じゃあバイバイしましょう。24時間お疲れ様でした。お疲れ様でした。リミちゃん、挨拶ちゃんとしようね。はい、はい、なんていうの、森内を開いてる。ダメだよ。もっと次、もう次すぐ24時間始まっちゃうよ、また。いやじゃあ、はい、じゃあ挨拶しましょう。うん、はい、スマホ置いて。はい、はい、はい、ということで、今回ね、スマホ1日禁止というね、企画をやってみたんですけど、やっぱね、感想通りでした。うん、感想通りつまらなかったですね。うん、だから程よく 今後使いたいと思います。はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは、バイバーイ。コロンもバイバイしてる。バイバイしてる。どうしたの、コロン？どうしたの？うんうん。キロン？コロン、どうした？なんだよ、怒ってんの？モーミーの。どさき出した。これで敵のアジトも壊滅できたし、一件落下かな。いや。Gummy bear. Sunday, that oh yeah.